17世紀フランスの劇作家。本名、フランソワ・レルミット。多くの貴族に仕えたが、誠実な取り扱いをしてもらえず、生涯困窮にあえいだ。その功績にもかかわらず、経済的に安定したのは死ぬまでの直近3年間のみである。一つのジャンルにとらわれない多様な作家であった。1601年に、リモージュに近いソリエ城に生まれた。父親は、 由緒ある大貴族の出身で、母親も王と血縁関係のある名家出身であったが、父親が政治事件に連座して死刑判決を宣告されたこともあって、生まれた頃にはすでに家は没落しかかっていた。1604年3歳の時に母方の祖母に連れられてパリに引っ越し、母親と別れていとこたちと暮らした。アンリ・四世の下僕となり、 その王子たちと共に、姿勢にいては学べない、様々な教養を幅広く身につけた。これは、王子の教育担当官が、ユマニスムの影響を受けた教養豊かな、欠物であったからで、トリスタン自身も様々な書物を読んだという。ところが13歳の頃、決闘をしてその相手を殺害したことで、宮廷にいられなくなり、イギリスへ逃げなければならなくなったという。この、決闘。 相手の殺害、英国への逃亡、そして流浪の日々は、1643年に、トリスタンが刊行した自伝的小説、発行の下僕という書物の記述に端を発するものだが、この書物には虚偽の記述も多く、本当かどうかはわからない。少なくとも、流浪の日々を過ごしたという証拠は何一つない。1617年頃、詩人ニコラサントマルトに出会い、彼に使い始めた。 その後、ニコラーの紹介によって、ルーダンに居住していた彼のおじセボルドサントマルトに仕えた。セボルは詩人であり、文学の積学であったため、その蔵書は膨大であったので、詩書役や朗読係を果たした。トリスタンはここでも、歴史や物理、解剖学の書物を読んで教養を深め、主人に報いるために試作に励んだ。この時の経験が、 後に詩人となるための基礎固めとなった。2年近く、セボルド・サント・マルトに仕えた後、ビラール・モンプ・ザ・公爵に、秘書官、朗読係として雇用された。1620年に、国王類13世のノベシンの従者に選ばれたため、1621年から1年の間、ユグノーの反乱の鎮圧作戦に従軍した。ところが、モント・ヴァン戦において、高熱を発し、 幻聴や幻覚に悩まされ、3ヶ月近く床に伏した。この時の作乱体験が、後の作品に生かされることとなった。すでにこの頃、司祭やエスプリに富んだ精神で、貴族たちの関心を集めていたし、すでに武勇で忠誠を示すとか、出世できる時代ではなくなっていたため、この戦争を経験したことが、彼に文学者として生きていく決心を固めさせた。 ちょうどこの戦争に従軍したあたりから、かねてより自分の先祖だと考えていた15世紀の政治家、トリスタン・デルミットの名を名乗り始めた。1622年から王帝、ガストン・ドルデアンに仕え始めた。トリスタンは王帝の行くところには、どこへでも付き添い、彼やその側近たちとワインやバクチに熱中したという。1627年のラ・ロシェル行為戦に従軍した。 1628年には詩を出版し、王帝に検定した。1632年には王帝が、その母マリード・メディシス・トリシュリュー・スー・キの失脚を、企んで、ラングドックで乾杯したため、フランドルに亡命せざるを得なくなったが、トリスタンは、この亡命にも付き従った。1634年には王帝の命令を受けて、イギリスへ赴いている。このイギリス滞在の際、 シェイクスピアを見た可能性があるとも考えられたが、極めて短期間の滞在であったため、事実とは考えられていない。同年、イギリスから戻った後、王帝が国王レイ13世と和解したため、フランスへ帰国した。ところが、王帝は自らの領地、ブロワの居城に引きこもってしまったため、新たな庇護者を探さなければならなくなった。王帝は、 側近や配下たちへの配慮を考えない人物であったため、トリスタン自身も経済的に極めて困窮しており、おまけに肺結核を罹患して時々発作に襲われる始末であった。1636年からパリに定着するとともに、文学、演劇界に出入りするようになり、モデル伯爵夫妻のサロンの常連となって彼らの庇護を獲得した。当時、 モデーヌ伯爵の公認の愛人であった女優マドレーヌ・ベジャールともこの時知り合ったようである。その後弟がマドレーヌのおばと結婚したのをきっかけにベジャール家との付き合いが始まった。マレー劇場の座長であった人気俳優モンドリーと婚姻になったのもこの頃で彼に依頼されて悲劇マリアンヌ・パンテを制作した。この当時は人気が悲劇から悲劇に移る。 過渡期であり、悲劇を書くことはまさに流行に乗った行為であった。マリアンヌは、モンドリーの名演技のおかげで、大成功を収めたが、パンテは、モンドリーが亡くなったため、さほど成功しなかった。トリスタンは、この2作品で、英雄の夢や孤独を中心に描いて独自性を打ち出したが、この後しばらく演劇界から遠ざかった。1640年に、 ガストン・ドルレアンの被護下に再び入ったが、使い始めた20年前と、そうも変わらず貧しく、経済状態が改善されなかったため、1642年に彼の元を去り、貴族や裕福な役人に被護を求めた。トリスタンの手になる、ガストン・ドルレアンに不満を表す詩が残されているが、それによれば、彼の不況を買ったらしい。と同時に、市中では彼に使えた15年間は、 全くの無駄だったのではないかと嘆いてもいる。同じ頃、トリスタンは悲劇を離れて、当時流行していた新しいジャンル、詩集、書館集、小説に挑戦し始めた。1638年に、恋愛集、1641年に、七言語と詩集、1642年に、雑書館集、1643年に、発行の下僕を出版した。 発行の下僕は彼の自伝的小説であるが、戦術したように虚偽の出来事も混ぜ込んで語られている。最後は自分が出会った社会の人々への嫌悪感を明らかにして貴族との付き合いなど、もうごめんだと登場人物に言わせておいている。この主張は現在ではトリスタン自身の本音として考えられている。百四十四年に引劇賢者の狂乱を制作した後、 二年続けて、セネクの詩、クリスプの詩を制作し、再び悲劇に転じた。両方ともモリエールとマドレーヌ・ベジャールが旗揚げした、劇団、生命座で上演されたようで、特に、セネクの詩は彼らのデビュー公演で上演され、それなりに成功したようだが、あまり上演されなかった。ちなみに、この後、数百年間渦もれたままでいたが、1984年に発掘され、 コメディフランセーズで上演されている。クリスプの死も大成功は収められなかったが、当時悲劇で有名だったブルゴーニュ劇場のレパートリーに加えられたほか、南フランス巡業を終えてパリに戻ったモリエールが再演した記録が残っている。1645年にはサンテニャン公爵から大きな援助を獲得したほか、小児公爵夫人の家に出入りする騎士となったが、 小ヌ校尺がパリを離れて地方へ出港することになったため、病気を理由にパリに留まり、早くも飛護を失った。翌年にギーズ公の飛護家に入ることに成功したものの、今度はギーズ公がローマ教皇のもとへ結婚の取り消しを認めてもらいに、旅立ってしまったため、ほぼ収入がなくなり、ひたすら家に閉じこもって、聖少女への祈り、オスマンの制作に没頭していたという。 ここに来て、突然キリスト教を扱った、聖少女への祈りを執筆しているが、この時期類13世の制作によって、聖母マリア信仰が流行していたため、今回もその流行に乗ったまでであろう。突然、何らかの理由で、キリスト教に興味を示し出したのかもしれない。オスマンは、彼の最後の悲劇である。この作品についてはほとんど残された資料に言及が、ないため、 上演すらされなかった可能性がある。この頃もトリスタンは貧乏であったので、出版費用を調達できず、なおかつフロンドの乱の勃発による、正常不安などもあって出版が忘れ去られてしまったと考える研究者もいる。この作品は、トリスタンの死後、弟子であったフィリップ・機能によって、ビューシー・ラビュータン伯爵に検定されている。1648年にフロンドの乱が勃発した。 この反乱の間、トリスタンは国王派と貴族派の両者とも適切な距離を保ちつつ、相変わらず被護者探しに走り回っていた。肺結核を患っていたにもかかわらず、クリスティーナ女王の被護を求めて、スウェーデンに赴くことさえも考えたらしい。こうした努力の結果、大法官セゲエを被護者として獲得し、彼の推薦でアカデミーフランセーズの会員に選出された。 すでに多くの実績があったトリスタンにしてみれば、遅きに死した選出でもあったが、一応は満足していたようである。しかし被護者を得ても、経済状態は一向に改善されなかったが、1652年にパリに戻ってきたギーズ港の被護下に再び入ったことで、ようやく経済的に安定した。こうして、経済的な安定を獲得したトリスタンは、 金銭目当ての作品を制作する必要がなくなり、当時全く忘れられていたパストラルと喜劇の制作に乗り出し、アマリリス、貴職者の2作品を執筆した。特に、アマリリスにおいて、パストラルを復活させた功績は、極めて大きく、フィリップ機能・キノガブリエル・ジルベール、ジャン・ド・ノード・ドビゼ、モリエールらがこれに続いて、パストラルを執筆し、ジャンルとして大きな進歩を遂げた。 1655年9月7日、長らく苦しんでいた肺結核のために死去した、道半ばにしての病死である。生涯独身で子供もいなかった。ありがとうございます。